日経平均は、三日ぶりに上昇、百六十一円高でした。アメリカが中国との貿易協議について、合意に近づいているとの見解を示したことで、取引開始から変われました。また、大規模デモの混乱が続く。香港の株式市場が落ち着いた。値動きだったことも、投資家の安心感につながりました。ただ、週末とあって、上昇後は好着感も出ました。続いて、為替の値です。現在、一ドル百八円の四十銭台から、五十銭台、二十六銭の円高となっています。 岡三証券小川さんの今日のポイントは内需株が原因です米中協議が進展するとの期待の一方で今日値動きがあった株を詳しく見ると貿易関連の大型株だけでなく日本国内の消費に関連したいわゆる内需株が買われていたということです今後も内需株に注目していく必要があると分析しています自動調理鍋の新製品に画期的な機能がつきました シャープは今日水を使わずに自動で調理ができる鍋ヘルシオホットクックの新製品を発表しました最新機種では内部を二つに分け同時に違う料理を作れるようにしました下では煮物やスープご飯を炊くことができ上では蒸し野菜などが調理できますまた大きさにも工夫がこれまでのファミリー向けよりも小さくし 一人暮らしや夫婦二人の世帯でも使いやすいようにしました。自動調理鍋は材料を入れボタンを押すだけで料理が出来上がる手軽さで売り上げを伸ばしています。この商品をですね日本の必需品にしたいと考えております。2023年にはですね累計販売100万台を目指して今取り組みを進めております。日米貿易協定が今日衆議院外務委員会で 与党などの賛成多数で承認されました政府与党は来週19日に衆議院本会議で承認して参議院に送り協定の来年1月の発行に向け審議を急ぎたい考えです一方野党側は日本の自動車と部品の関税撤廃が事実上先送りされた点などを引き続き問い立たしていく方針です来週は個人消費に関する統計が相次ぎます 水曜日は10月のコンビニ売上高、木曜日はスーパー、金曜日は百貨店の売上高が公表されます。消費税の増税で日々の買い物にどれほど変化があったのか注目されています。他にも増税の影響を受ける消費者物価指数が発表される予定です。以下、ご覧の通りとなっています。以上、マーケットでした。